あれ。あ、どうしたんだ。そんなにコンビニ覗き込んで何か欲しいものでもあるのか。いや、その。でも、本当10番くじ残っててよかったね。うん、ラッキー。最後賞もゲットできちゃったし。最後賞？まさかさき、10番くじなわけないよな。今回の最後賞ってキラキラファンデじゃない。おい、さき。それに最後賞ってことは売り切れね。もうあとちょっとで最後賞がもらえたのに。さきさん、朝日、探すわよ。は？10番くじを売ってそうな場所を教えなさい。え、お前アニメ見るのか。だって今やってる10番くじは。いいから、どこに行けば売ってるのかしら。そうだな、ゲーセンとかでも売ってるけど、電気街うちのガセンなんか結構売ってたりするぞ。仕方ないわね。朝日、早く行くわよ。おい、だから待てって。おいら喉乾いたっち、買いだめしておきたいっち。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。すみません。はい、どうしました？あのポスターの10番くじ、まだ売っていますか？ああ、ごめんなさい。あちらはもう売り切れてしまったんです。え？そうなんですか？そうなんですよ。懐かしい作品ですけど、根強い人気みたいで。2店舗続けて売り切れなんて、どうなってるの？どうしたんだろう。これは事件ね。なんでだよ。すいません。まだあの10番くじありますか？ごめんなさい。売り切れです。なんだそうですか。ピュアマーキュリーの抱き枕欲しかったのに。くそ。やっぱりここでも買い占めが。買い占め？ねえあなた、何か知っているの？知ってるって何が？買い占めについてよ。10番くじが売り切れているのと関係あるのね。ああそうだよ、買い占めて転売してるやつがいるんだ。この辺りじゃそこそこ有名だよ。転売ってどういうこと？高値になりそうな商品を買い占めてオークションとかで高く売りさばくやつだよ。そんな、許せない。他にも商品を欲しい人はたくさんいるのに。朝日、行くわよ。転売屋より先に10番くじを買うのよ。いや別にいいんだけどさ、お前そんなに好きだったのか、魔法少女。いいから行くわよ。あとはどこで売ってそうかしら。もう強引だな。いいよ、わかったよ。この辺りだったら、あとはフィギュア屋のフォークスとかかな。よし、案内してちょうだい。さき、ここだよ。だけど、きっとここも。朝日はここで待ってて。今度こそ、絶対に手に入れるから。10番くじ買えなかったよ。もう、悪質すぎる。朝日、他に売ってそうなお店は？今日も大量にゲットしたぞ。これで大儲け間違いなし。さき、あいつ。そこまでよ。なんだよお前たち。正義の味方よ。正義の味方だと？俺は違うけどな。ねえあなた、買い占め行為今すぐやめなさい。みんなね、欲しくても買えないの。純粋なファンが迷惑しているのよ。なんなんだよ、俺は金を出して買ってるんだぞ。お金を出せば何をしてもいいってわけじゃないの。あなたがしていることはファンを傷つける迷惑行為よ。
前一体何なんだよ。私の名前を教えてあげる。そう、私は輝く星空の使者、ピュアヴィーナス。流れる星で撃ち抜くわ。え、何なんだよお前。そんなに欲しいならくれてやるよ。おい、人に物を投げつけんなって。さっき大丈夫か。このくらい大したことないわ。だって私は星空の使者、ピュアヴィーナス。え、なんでそれを。お前さっき自分で言ってたぞ。なんか勝手に盛り上がってたけど。うん、嘘だ。絶対に嘘ね。嘘よ、嘘でしょ。嘘だから。じゃあこれはいらないな。これって、あの転売屋が投げ捨ててったぞ。魔法少女ピュアスターズの変身グッズ。まさに女児向けアニメの代表作だな。いや懐かしい。でも十番くじの最後章が実際にも使える変身ファンデーションだったなんて。よこしなさいよ、そのキラキラファンデ。このファンデーションでお化粧するの。一体何に変身するつもりなのかな。ああ、もう朝日のことなんて大嫌い。どうしようかな。もう一度僕がやっても意味ないだろうしな。うん、困ったな。あの、どうかしました？いや、実は困っててさ。あー、そうそう、僕はフィギュア屋の店長なんだ。それでここ最近僕のお店客足が途絶え気味でさ。客足ですか。まあ、もしかして。ええ、妄想者の予備軍かもしれないわ。ちょっと話を聞いてみましょう。あの店長さん、もしかしてそのせいでお店が危機的状況なのでしょうか。うん、危機的ってほどではないけど、このままじゃいつか閉じなきゃいけないかも。もしよかったらお話を聞かせてもらえませんか。え、まあいいけど、って言っても愚痴くらいしかないよ。最近みんなネット通販で買っちゃうんだ。それでね、どうしたら顧客が増えるかなって思ってて、だからターゲットのお客さんに女性も巻き込むことができたらって考えてたんだ。確かに女性は一つのコンテンツを長く愛してくれますもんね。そうなんだよ、一度気に入ったキャラにはとことん尽くす子が多いんだ。それでこれからは女性向けフィギュアをどんどん売っていこうって思って入荷したんだ。でも僕みたいな男が呼び込みをしても抵抗感があるのか、なかなか来てくれないんだ。だからどうにかして女の子たちに安心して買い物をしてほしいんだよ。ああ、そういうことでしたら私が呼び込みしてみましょうか。私そういうの得意ですし。え、いいのかい。それすっごく助かるよ。それじゃあ申し訳ないんだけど、町の女性にこのチラシを配ってくれるかい。好きなアニメの話で盛り上がってることか狙い目かもしれないね。わかりました、ある程度宣伝したら戻ってきますね。ありがとう、本当に助かるよ。なあサキ、そんな簡単に引き受けちゃっていいのか。いいのよ、妄想に関係があるかもしれないわ。それじゃ配りに行きましょう。見たいけど。あの子たち興味ありそうじゃない。ちょっと話しかけてみる。あの、すみません、もしかしてフィギュアに興味あります？え、あ、その実は私たちの好きなアニメキャラの最新フィギュアが発売されたって聞いてきたんです。でもなんていうか、そのフィギュアショップに入ったことがなくて、男性向けばっかりだったらどうしようって。なるほどなるほど、
そういうことでしたらご安心ください。お二人ともこのチラシをどうぞ。え、チラシですか？当店は女性向けのフィギュアにも力を入れていて、女性でも気軽に安心して入れるお店なんですよ。ねえ、見て見て、このチラシ青梅さんのフィギュア載ってる。しかも御堂梅くんも。次男と三男、やっぱり尊いわ。どうでしょう、お気に召しましたか？はい、ちょっと行ってみます。このお店ならなんだか入りやすそうな気がします。ありがとうございます。ご来店お待ちしてますね。よし、2人も同時にお客さんを獲得したわ。見事な営業スマイルだったな。ええ、慣れているからね。慣れてるって？私の方が先に押してたのに。サキ、きっとあの子オタク女子だ。チラシを渡すチャンスね。どうかしたんですか？どうしたもこうしたもないわよ。友達だと思ってたのに。あの子、赤梅兄さんが私の推しキャラだって知ってたのよ。なのにポツッターの裏垢で私の方が赤梅兄さんが好きとか言ってたの。もう思い出しただけでも腹立つ。赤梅？裏垢？赤梅ってのは人気アニメのキャラクター。裏垢は裏のアカウントって意味だ。ああ、なるほど。赤梅さんを教えてあげたのも私なのに、なんなのよあの子。赤梅さんっていうのはどんなキャラクターなんですか？赤梅兄さんはね、七人兄弟の長男なんだけど。サキ、これ長くなるパターンだ。さっさと用事を済ませよう。ええ、もしかしてその赤梅さん、このチラシに載ってたりしませんか？チラシって、そうよ、まさしく赤梅兄さんよ。っていうか、このフィギュア売ってるの？1分で完売したやつじゃない。予約キャンセル分ですかね。欲しいのなら今がチャンスですよ。そうなの？じゃあこれは絶対に買わないと。教えてくれてありがとう。これであの子に差がつけられるわ。お前すごいな。言ったでしょ、私ね、こういうの得意なんだから。だから、それは一度フィギュアの実物を見てから言って。フィギュアは芸術なの。見てもいないのに最初から否定しないでよ。でもさ、そうは言ってもああいうお店ってどうせ男性向けばかりでしょ。私そんなの絶対に見たくないから。どうせエッチなのばっかりだろうしさ。もうだから、あの二人声をかけましょう。何ですか？さあお二人とも、まずはこれをどうぞ。何このチラシ？あー、クロメのフィギュアが載ってる。当店は女性向けフィギュアにも力を入れたお店なんです。そうなんだ。そういうお店も中にはあるんだね。そう、実はそうなの。最近はね、女性向けフィギュアも増えてるんだよ。クロメ好きでしょ？一緒に見に行ってみようよ、ね。そうだね。クロメのフィギュアがあるなら別にいいかな。よし、やったありがとうございます。
これで最初の一歩を踏み出してもらえそうです。いえいえ、こちらこそ。ご来店お待ちしておりますね。やったじゃん。ええ、ついでに男性顧客もゲットしたわ。これでチラシは全部配り終えたわ。お疲れ様。っていうか、ずいぶんこなれてたな。こういうの得意なのか？だから言ったじゃない、バイトでね、いつもこうしてたのよ。え、バイト？ええ、そうよ。学校がお休みの日はダイニングバーでアルバイトしてるの。結構有名なお店でね、お客さんが多いせいか接客術も磨かれるのよ。なるほどね。それにね、お店の制服もとっても可愛いのよ。まあアルバイトなんて朝日には無縁な話だったわね。たまには働けっち。おいピン君、お前だってニートみたいなもんだろ。オイラは可愛いのが仕事っち。あの野郎。はいはい、それじゃフィギュアショップに戻りましょう。お客さんが増えて店長さんも満足してくれてるといいんだけど。戻ってきた。どうかしたんですか？どうもこうもするよ。君たちのおかげで大変なことになったよ。女性のお客さんが殺到してフィギュアが飛ぶように売れてるんだ。こんな光景久しぶりだ。僕は今とっても感動している。それは良かったです。お役に立てて何よりです。本当にどうもありがとう。店長、元気になったな。ええ、これでおかしな妄想をしないで済みそうね。やっぱり先はすごいっち。あ、そうだ、お礼と言ったらなんだけど、これを。ちって、あれ、さっきピン君を見られたか？さあ、どうかしら。なんだ、いなくなっちゃったのか。残念だな。どういうことだ？でもまあ、いっか。いや、可愛い妖精さんだったな。で、そうじゃなかった、お礼を渡しに来たんだった。はい、これ。お、ありがとうございます。それじゃあ、またね。おかげさまで商売繁盛だよ。なあ、さっき、あの店長は妄想者じゃないのか？言いたいことはわかるわ、ピン君のことね。だけど安心してちょうだい、あの反応きっと大丈夫よ。え、めっちゃビビったっち。もうピン君、勝手に出てきたらダメだからね。わかったっち、おとなしくピンク梅のふりしてるっち。そんなのいないから。ちぃ。でもまあよかったな。じゃあ俺もフィギュアを買いに。どうせいやらしいやつでしょ。んなことないって。ほら、もしかしたらあれもあるかもよ。あれって？星空の使者、ピュアヴィーナスのフィギュア。別に欲しくないし。ケバブ安いよ、美味しいよ。どうも。ねえ、アサヒ、秋葉原ってどうしてケバブ屋が多いの？そういえば、どうしてだろうな。考えたこともなかった。考えていたら小腹が空いてきたわ。何か美味しいものを食べましょう。いや、すくほど考えてないだろう。でもでも、リオもちょっとお腹が空いてきました。リピョまで？だったら、そこのケバブでどうだ？はぁ、これだから男子は。え？でも小腹が空いたって。確かに小腹は空いたけど、ケバブって気分じゃないのよね。なんていうの、そう、甘いものよ、甘いもの。リュウもたまには甘いものがいいです。え、たまには？オイラは何でもいいっち。だけどさ、
甘いものじゃお腹は膨れないだろう。これだから男子は、というか朝日は乙女心ですね。もう何なんだよ。とにかく甘いものを売ってるお店を教えてくれる。はいはい、それじゃあクレープでどうだ。いいじゃないクレープ。そんじゃ中央通りの本気ホーテに行くか。妄想キュッチ一丁入っとくっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。ここだよ。わー美味しそうです。リュウ、いちご生クリームにしますね。それじゃあ私はツナカレーにしようかしら。甘くねえじゃん。もういちいちうるさいわね。そういう朝日はどうするの。それじゃあシナモンアップル生クリームにケーキトッピングで。女子力誰よりも高いわね。はい、お待たせしました。甘っ。美味しかった。早っ。で、どうだ、これで乙女心は満足したか。確かに美味しかったけど、クレープって気分じゃなかったかも。はぁ、じゃあ結局何がいいんだよ。アイスかしら。アイスね、アイスがいいと思うわ。え、アイス。放課後のラス前のアイスは格別だったわ。そうよ、アイスにしましょう。なんだかリュウまで食べたくなってきちゃいました。乙女心がわかりません。朝日、案内しろっち。はいはい、電気街口のエトリに入ってたっけな。出発進行よ。いろいろショップっち、何か補充しとくっち。それじゃあ朝日はちょっと待ってて、私とリュウちゃんはアイス買ってくるから。アイス楽しみです。おい、ちょっと待って、普通何食べたいのか聞かないか。もしかして買ってこないパターン。おーい、サキー。美味しいわね。いちごソフトもとっても美味しいです。はあ、よかった、ちゃんと俺の分もあって。だけどサキ、なんで俺はバニラソフトでお前はずんだソフトなんだ。仕方ないじゃない、だってつい懐かしくなっちゃったんだもん。よく放課後こうしてたなって。まあサキ、お前さっきも言ってたろ、放課後のアイスは格別だと。え、うん。そんなに毎日アイス食べてたのか。違うってば、私はそんなに大食いじゃないって。ただそれなりには食べていたよ。部活の大会の後はいつも食べてたな。さきさんは何部だったのでしょうか。陸上部よ、市の代表だったんだから。だけどもう1年以上も前の話よ。さきさんの高校生活興味があります。そんな大して面白い話はないわ。みんなと同じ制服を着て、みんなと同じ学校に通ってた。体育祭では代打ばかりお願いされて、10種目以上に出場したこともあったわ。文化祭では洋服を作ってファッションショーをしたんだっけ。なんだか懐かしいな。へえ、こんな先にも普通の女子高生時代があったのか。ちょっと、どういう意味。そのままの意味です。さきさんの制服姿見てみたかったです。これでも意外と人気だったのよ。
バレンタインデーなんかすごかったんだから。嘘つくなって。ほんとよ。たださっきは女子校だっち。こら、ピンク。それじゃあ、そのバレンタインデーってまさか女子高生から？それはその、さきさん、リュウはそういうの理解ありますからね。何？今カメラの音が聞こえたけど。ああ、聞こえたな。それにフラッシュもこっちを向いてた。まさか盗撮？いや、ないない。やっぱり私が可愛いから。はいはい。前から気になっていたのよね。たまにこうして視線を感じることがあったの。はいはい。なんだか視線だけじゃなくて噂話をされているような気もしてたのよ。はいはい。ちょっと、私は本気よ。なんだかさすがに怖くなってきたわ。ねえ朝日、私と一緒に視線の正体を突き止めてよ。いや、ただの気のせいだって。気のせいじゃないわ。何か事件の香りがするの。まずは盗撮犯を探し出すわよ。ほら、この辺りを探しましょう。え、マジかよ。おいら喉乾いたっち。買いだめしておきたいっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。え、またさっき、あいつだ。おー、よく撮れてんじゃん。見つけたわよ、盗撮犯。やば。ちょっとその写真見せてもらってもいいかな。あー、ちょっと。わ、マジでサキが写ってるよ。ちょっと、何よその顔。それじゃあ自分はここで。待ちなさい。あなた、何が目的で私を盗撮したの？答えようによってはただじゃおかないわよ。盗撮じゃねえし。ネットにあんたの写真がアップされてたから有名人かと思って撮っただけだし。え？有名人？ねえ、ちょっとどういうこと？一体どこで私の写真を見たの？は、友達が見せてくれたから。どこのサイトかまでは知らないけど、でもあれは絶対に君だった。じゃあそういうことで。写真ちゃんと消しておきなさいね。いい？わかった？はい、すみませんでした。なあサキ、なんでお前の写真がネットに？そんなの私が知りたいわよ。もしかしてどこが盗撮サイトに？そういえば前にあけみさんが言ってたよな、秋葉じゃ知る人ぞ知るって。だけどそれは妄想関係だよね。さっきの男の人、妄想とは無縁そうだったわ。仕方ないわね。朝日、真犯人を突き止めるわよ。ま、確かに気になるな。いいよ、手伝ってやる。え、本物？ちょっと怪しいわ。話を聞いてみましょう。もしかしてあなたは私のこと知ってるんですか？ああ、やっぱり本物だ。だって君あれだよね、ちょっと前にネットで話題になってた子だよね。やっぱり実物の方が可愛いな。可愛い？おい、サキ。危ない、敵の罠に引っかかるところだったわ。敵って誰だよ。だけどやっぱり彼氏いたんだね。だから違うって。っていうか、なんでサキを知ってるんだ？さっき言ってたよな、ネットで話題になってたって。もしかして
盗撮サイト？え？盗撮？いや、きっと違うと思うよ。だって、バッチリポーズ決めてたし。私がポーズを？ちょっと待ってね。あ、ほら、このサイトだよ。このサイトを見れば、謎の盗撮犯が判明するのね。それじゃあ早速見てみるか。ここじゃあなんだ、人通りの少ない場所へ行こう。どれどれ、一体どんなサイトなんだって、これは。ねえ、どうしたの？本当に私の写真が載ってるの？載ってる載ってる。しかも、なんていうか。なんていうか？みんなめっちゃエクセレントしてる。エクセレント？お気に入りの写真にエクセレントボタンを押す仕組みなんだよ。ほら見てみろよ、可愛いだの、服のセンスがいいだの。そうなの？っていうかこれ普通に街角の街頭スナップじゃん。だけど秋葉原の美少女特集って、いやまさか咲が美少女だなんて。何か言ったかしら？言いました。つかさ、全然盗撮じゃないじゃん。さき、この写真覚えてないか？覚えてないわね。だけど許せないわ。私の写真を無許可で載せるだなんて。朝日、これは一体どこかしら？そうだな、この背景きっと裏通りじゃないかな。犯人は裏通りにいるのね。盗撮犯を捕まえに行くわよ。無許可って感じしないけどな。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。まさか犯人って？これで燃えたんに。なあ、ネクラ君。君は？あれ？確かあなたは。萌えの追っかけのネクラ君だ。ま、俺たちのことは覚えてないだろうな。どうしたの？僕に何か用かい？どういうことだ？なんでネクラ君が咲の写真を？あ、そういえば。あの、すみません。え、私？そうです、あの、写真を撮らせてもらえませんか？え、写真？ファッションスナップの秋葉原の写真を、お姉さん綺麗だから。それでどうしよっかな。今日は気分もいいし、いいですよ。ありがとうございます。さき、どういうことだ？そういうことよ。ええ、撮られたわ。開き直んなよ。だけど、俺はお前よりネクラ君の方が興味あるんだけど。僕に？いや、萌え以外もさ、写真撮ったりするんだって思って。バイトだよ。カメラマンのバイトしてるの。そうだったんだ。っていうか、前に会った時、サキのこと忘れてたよな。萌えたん以外、興味ないからね。それじゃ。サキへの賛辞は社交辞令だったみたいだぞ。すべては萌えのためだ。でもまあいいわ。おかげで謎も解けたことだしね。だけど珍しいな。え？いつものサキなら写真とか断りそうだなって思って。そんなに気分が良かったのか？ああ、そのことね。確かあの日は学校のファッションショーだったのよ。学校？ファッションショー？あれ、行ってなかったっけ？私ね、普段
は服飾の専門学校に行ってるのよ。で、あの日はファッションショーだったの。って言っても学生のだけどね。結構楽しかったんだ。スポットライトが眩しかった。へえ、道理で。道理で？いや、あの写真、なんかいつもと雰囲気が違うなって思って。そんな。そうそう、そんな感じ。チーク派手だったし、アイラインきつすぎ。それにさ、つけまつげだって。で、あ、朝日。ねえ朝日、あの子どうしたのかな。なんだろう、泣いてるみたいだけど。私ちょっと行ってくる。あ、ちょっと待てって。ねえ、どうしたの。大丈夫だ、こいつは怪しいやつじゃない。まあちょっとおせっかいだけど。ちょっと朝日。大丈夫、安心して。困っているのなら力になりたいの。本当ですか？実はさっきナンパされたんです。ナンパ？それがすっごく強引でとても怖かったんです。そう、わかった。女の子を脅かすなんて許せないわね。だけど秋葉原ってそういうのとは無縁だと思っていたわ。まあ確かに。だけどここ最近意外と増えてるんだ。オタク女子は狙い目だとか、撮影会の話を持ち出せば余裕だとか。多分オタク趣味の女の子なら気が弱くて断れないとか思ってるんだろうな。何それ、最低な上に最低じゃない。ねえあなた、その最低な男にどこでナンパされたの。中央通りのアニマートを出たところです。わかったわ。おい、まさか。行きましょう朝日、ナンパ男を注意して秋葉原から追い払うわよ。おい、だから待てって。この辺りね。それらしい男はいないっぽいけど。だけどここで引き下がれないわ。周りの人から話を聞いてみましょう。トレカショップっていっぱい買い込むっち。あの、ちょっといいかな。え？はい、何でしょうか。この辺りで強引にナンパしてる男を見なかったかな。あ、見ました。というかナンパされました。もう本当に迷惑でした。男には興味ないって言っているのに。その男はどこへ行ったのかな。どこか行っちゃいました。そっか、わかったわ。話聞かせてくれてどうもありがとう。朝日、次を当たりましょう。はいはい。あの、待ってください。え、もしよかったらこれを。これって？私のアドレスです。もしよかったら連絡先交換しませんか。いやでもそんな、俺アドレスとか。ちょっと何ニヤニヤしてんのよ。だけどありがとう。本当に俺なんかでいいのかな。え、何言ってるんですか。いやだから俺なんかで。違います、私がアドレスを渡したいのは隣のお姉さんです。え、私。あの、まずはメールから始めませんか。その、あの、私すごくタイプなんです。もし仲良くなれたらお食事とか行きませんか。え？やっぱり私じゃダメでしょうか。あの、その、ごめんなさい。あ、ちょっと。男に興味はないってこういう意味だったのかよ。
ちょっといいかな。あ、またナンパ？え？そういうのお断りだってば。いやいや違うって。怪しい。興味ないふり作戦だね。あの、ごめんなさい。安心して、ナンパじゃないから。彼女連れ？え？彼女？いやだから違うって。でも、それって私が可愛いってことかな。さっきも赤くなってんなよ。え？あ、いや、その…あ、赤くなんてなってないわよ。ラブラブちゃんか。だから違うって。俺たちは強引なナンパ男を探してんの。そうよ。きっとあなたをナンパした男だと思うの。あ、そうなんだ。勘違いしちゃってごめんなさい。うん、気にしないで。それでそのナンパ男はどこへ行ったか知らないかな。どこだろう。方向的にはジャンク通りかな。だけどちょっと自信ないかも。それだけわかれば十分よ。ありがとう。いえいえ、お気になさらず。お姉さんたちもデート楽しんでね。だからデートじゃないって、はあ、さっさと次へ行くぞ。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。この辺りでさ、ナンパ男を見かけなかったかな。え、ナンパですか？ちょっとわからないです。そっか、ありがとな。でもでも、ナンパといえば前にジャンク通りでナンパされましたよ。ジャンク通りで？きっと秋葉一帯がナンパのテリトリーなんだろう。ねえ、どんな人だったか覚えてないかな。覚えてないです。ずっと無視してたらどこか行っちゃいました。だけど本当にしつこかったです。多分100メートルくらい付きまとわれました。ああいうのって本当に迷惑ですよね。自分の顔鏡で見たことないんでしょうか。え？っていうか、三次元の男ごときが話しかけんな。次元が一つ余計なんだよって感じですよ。あなたたちもそう思いますよね。えっと、どうして私のいる世界は二次元じゃないんでしょうか。あなたたちもそう思いますよね。その二次元に行きたい。行けるといいわね。よし、情報は十分ね。ジャンク通りへ行ってみましょう。なあ、本当に注意するのか。当たり前じゃない。ほら、さっさと行くわよ。はいはい。お、おい、あれ見てみろよ。どれよ。あのスマホを持った男だよ。なんだか女の子をジロジロ見てないか。さき、ちょっと行ってこいよ。おとり捜査だ。ちょっと朝日、もう何なのよ。あの、すみません。え、私ですか。はい、あなたです。ちょっと道を教えてもらえませんか。道ですか。実は秋葉原に来たの初めてで、道に迷って困っていたところなんです。あ、はい。どこに行きたいんですか。駅なんですけど、どっちの方向ですかね。ああ、秋葉原駅ですか。はい、そうです。それだったら。ああ、違いました。お茶の水駅の方でした。お茶の水でしたら、秋葉明神の前をまっすぐ進めば大丈夫です。秋葉明神ってどこでしょう。ここをまっすぐ行って、もしよかったら
秋葉明神まででいいので案内してもらえませんか？ああ、いいですよ。それだったらすぐそこなんで。ちょっと待った。あ、朝日。男、さっきお前騙されすぎだって。え？これはな、ナンパの手口だ。道案内してもらってるうちにあれこれ話すタイプの。なあ、そうだろ。スマホ持ってるのに地図が出ないわけないよな。いや、ちょっと充電が切れてて。だったら俺が連れてってやるよ。お茶の水駅に行きたいんだろ。ああ、いや大丈夫です。あの、用事を思い出しました。ほらな。気づかなかった。感謝しなさい。で、違う。朝日がおとり捜査とか言い出したよね。これ朝日が私をはめたんだよね。そうだよね。え、いや、それは最低。いや、だから。まあいいわ、おかげで撃退できたことだし。駅前の女の子に教えてあげましょう。あれ、俺への感謝は。安心しろ、いいニュースだ。あなたが言ってたナンパ男ね、きっと秋葉原から出て行ったわよ。本当ですか？これでゆっくり秋葉原での買い物が楽しめます。お二人ともありがとうございました。どういたしまして。お買い物楽しんできてね。さて、これで一件落着ね。明美さんに連絡しておくか。そうすりゃもう被害は出なくなるだろう。なんだか一仕事したらお腹が空いてきちゃったわ。ひいひい、うじゅうっしょ、おいらとご飯とか行っちゃわない？どうしたの、ピン君？ナンパの練習っち。お前には無理だ、諦めろ。ちぃ！今なら安くするっちゃ。あ、どうしたんだ？まさかお腹でも空いたのか？空いたっち。さき、どうしたっち？ううん、なんでもない。なんか心ここにあらずだな。一体どうしたんだ？朝日、ちょっと来いっち。なんだよ。どうしたんだ？なんだか最近サキの元気がない時があるっち。元気がない？あのサキが食欲をなくしてるっち。それは事件だ。おいらサキが心配っち。なあピン君、サキについて何か変わった様子はないか？実はおいら見ちゃったっち。サキが携帯で地元のことを調べてた姿をっち。その時も神妙な顔してたっち。もしかしてホームシックか？ホームシックってなんだっち？地元のこととか思い出して懐かしくなることだよ。そういえば前も。だけどさっき、なんで俺はバニラソフトでお前はずんだソフトなんだ？仕方ないじゃない。だってつい懐かしくなっちゃったんだもん。よく放課後こうしてたなって。ホームシックに間違いないっち。まあなんだかんだ地元を離れるのは寂しかったりするもんな。どうしたら治るっち？俺たちがしてやれることだろ。だったら地元の味を思い出させてやるとか。それがいいっち。おいら久しぶりに牛タン食べたいっち。あれ、さきってどこ出身なんだっけ？伊達政宗っち。シャッキー。そっか、仙台か。そういやずんだソフト食べてたな。だったら秋葉原駅に行こう。確か仙台の物産展をやってたはずだ。名案っち。きっと地元の食べ物で元気出るっち。さき、
秋葉原駅に行くぞ。え？いいからいいから。妄想キュッチ一丁入っとくっち。ねえ、どうして駅に？いいから、ちょっと待っててくれ。ほら、これ。これって、ずんだ餅？ちょうど仙台の物産展がやってたんだ。どうだ、懐かしいだろ？え？これを私に？まあ、いつも助けてもらってるしな。あ、本当に？朝日にしては珍しいこともあるのね。素直に受け取れって。ありがとう。ほん、うん、おいしかった。相変わらず食うの早いな。懐かしい味だったわ。これよくお母さんが作ってくれたの。お、ちょっと元気出たみたいだな。え、どういうこと？ああ、なんでもない。それじゃあ今度はエトリだ。確かあそこでも。ちょっと待ってろ。え、また？チッチッチ。ピン君？はい、お待たせ。じゃ、これをどうぞ。これって笹かまぼこじゃない？懐かしいだろ、それ。前に惣菜売り場に並んでたのを見かけたんだ。ねえねえ、もしかしてこれも食べていいの？ってもう食ってんじゃん。この食感と味、やっぱりいつ食べても格別ね。なんだかもっと食べたくなってきたわ。そんじゃ、いいところへ連れてってやるよ。いいところ？ああ、任せとけ。 UBX に美味しいお店があるんだ。このビルにも飲食店があって言ってたわね。だけど、いいところって？ふん、牛タンだ！牛タン？私ね、お肉の中で牛タンが一番好きなの。朝日、ありがとう。美味しかったわ。で、どういうことだ？え？何が？何がじゃないって、お前が頼んだの一番高いやつじゃないか。だって朝日のおごりだって言うから。っていうか、牛タンって高かったんだろ。でもまあいっか。ねえ、どうしたの？なんだか今日の朝日は変よ。失礼なやつだな。だけど変だったのは咲の方だろ。あ、もう元気は出たみたいだけど。何の話？ホームシックっち。え？ホームシック？誰が？いや、お前が。なんで？は？おい、ピン君、どういうことだ？おいらは嘘ついてないっち。おいらは絶対に見たっち。さきは携帯で地元を調べてたっち。家政婦ばりに見たっち。え？調べてたけど？それで神妙な顔してたっち。っていうわけなんだけど、違ったのか？ええ、違うわよ。は？だけど、神妙な顔してたっち。あれは考えてたのよ。ちょっと気になることがあって。気になること？うん、そうよ。共通語と方言を調べていたの。ほら、だって恥ずかしいじゃない、うっかり方言出ちゃったら。なんだ、そんなことかよ。何よそれ。だけど、どうして食欲がなかった？
それは、最近、みんなとの食事が楽しくて、つい食べ過ぎちゃってたなと思って。んだよ、ダイエットかよ。スタイルを維持するのは大変なのよ。まあ、元気ならよかったよ。なんだか心配かけちゃったわね。ありがとう、アサヒ、ピン君。いえいえ。ていうかさ、サキは地元だと方言なの？そういえば、さっきはこっちに来て話し方が変わったっちゃ。そんなことねっちゃ。じゃあ。ねえ、このお店は？ここは里吹屋だ。フィギュアとか売ってる店だよ。ぬいぐるみなんかもあるわね。オイラはぬいぐるみじゃないっち。何も言ってないわよ、変態ピンク。ちぃっていうか、あんたは何なの？一体何の生物なの？犬にも見えるし、恐竜にも見えるわ。こんな生物、見たことも聞いたこともない。あんた、何者なのよ？オイラは、さっきの由緒正しき使いまっち。なあ、さっきは知らないのか？私妄想獣なの？それにしてはおかしな形よね。ねえ、ピン君は知りたい？自分が何者なのか。ちょっと興味あるっち。そっか。それじゃあ、ピン君の正体を探しに行きましょう。探すって、一体どうやって？こういう時はね、足で稼ぐのが一番だから、秋葉原の人たちに聞いてみましょう。またトリケラトプスだよ。あの人に聞いてみるといいかも。どうしてよ？あの人恐竜ガチャしてたろ。だからきっとその筋の人だって。すみません。この子のこと知りませんか？オイラピンくんっち。君は？プリティでキュートなマスコットっち。喋れるのか。それにしてもよくできてるな。これ一体どこで買ったんだい？いえ、買ったりとかじゃ。そうなんだ。だけどこんな生き物が実在するなんて。実在してるっち。そっか。さき、宇宙人さん、聞こえますか？今、あなたの心に語りかけています。何よ、あの男。ユーマオタクとかなのか。一応聞いてみるか。ちょっといいですか？むむむ、もしかしてあなたは金星からの使者か？私がヴィーナス？おい、そうじゃないだろう。そうだった。この子のことを知りませんか？ピン君の登場っち。これはなんだ？ピン君っち。君は僕をからかっているのか？からかってねっち。僕が心に語りかけたのは、君のような意味不明な宇宙人じゃない。語りかけられてねっち。僕は君を認めないぞ。君みたいなのはせいぜいモスマンだ。それかチパカブラ、もしくはウバザメの死体だな。もう知らねっち。よ、スカイフィッシュ。オイラは魚じゃねっち。
たち忘れずにしとけって。妄想球に入るっち。はあ、日本のファンタジー業界はもうダメね。あの人いいんじゃないか。なんだかファンタジー好きそうだし。あの、このキャラを知っていますか？え？どのキャラ？オイラのことっち。妖精さん？そうだっち。違うだろ。だけど、妖精にしては珍妙ね。ファンタジーにふさわしくない風貌よ。やっぱり違うっち。でも喋れるのね。てっきり専門の言葉を使うものだと思ってたわ。日本語得意っち。ねえねえ、他の言葉も喋れるの？知らねっち。なんだ、残念。妖精って案外普通な感じなのね。無駄に傷ついたっち。ピン君は使い魔だから妖精っていうより悪魔なのかな。デビルピン君っち。どういうこと？どうしたんだ、コトミ。なんでもないわ。結局何者なんだ？オイラが知りたいっち。やっぱり知りたいよね。さっきどうしたっち？ねえピンク、ピン君はお父さんとお母さんに会いたい？考えたこともなかったっち。え？そうなの？オイラ、サキと一緒にいられるならそれだけで嬉しいっち。そっか、ありがとう。だからこれからも一緒っち。これからもね。サキ、そういえばここだったわね。朝日と初めて出会ったのは。そっか、そうだったな。サキがここで俺を見つけてくれたんだ。最初はどうなるかと思ったけどさ。おかげで楽しかったでしょ。まあな。だけどそんな楽しかった日々も終わりに近づいているんだよね。急にどうしたんだ。私、朝日に約束したよね。もう一度見つけてみせるって。だけどその前にね、見つけてあげなきゃいけないことがあったの。見つけてあげる？朝日、ちょっと付き合ってもらえるかな。付き合うってどこに？お城の妄想宮だよ。そこでね、見つけてあげなきゃいけないの。どうしてここに？あの日、朝日たちは見つけてくれた。ここで一人でいた私を。だからね、ここでなら見つかる気がするんだ。なあ、さっきからどうしたんだ？行こう、朝日。ま、おい、さっき。どうしたっち？発見地、逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。さっき敵を3体発見地。先手のチャンスっち。ふっ、さっき、これでも水木、水木が打ち抜いたっち。一体倒したっち。行くわよ。もうちょっとで最後だね。なあ、そろそろ教えてくれよ。一体何を見つけに来たんだ。ごめん、嘘ついた。嘘？本当はね、見つかってたんだ。だけど見ないふりをしていた。さっき何の話をしてるっち。ピン君、
あなたのことだよ。なんでオイラっち？行こう、アサヒ、ピンク。ちゃんと見つけてみせるから。扉を突き破るっち。オイラの前を歩けっち。一番乗りっち。なあ、何もないぞ。うんうん、あるよ。違う、ずっとあった。私は見つけていたんだよ。だけどね、ずっと見ないふりをしていた。だってずっと一緒にいたかったから。何の話っち。二人は知ってるよね、私が特別な存在になりたかったことを。だから私は妄想が加速する世界を妄想した。そう、世界が変わりますようにって。だけどね、違ってたの。私が本当に欲しかったのはね、あなただったんだよ、ピン君。え？さっき何を言ってるっち？ねえピン君、あなたは覚えているかな？はあ、喋れるのか。それにしてもよくできてるな。あの人はピン君の違和感に気づかなかった。なんだ、残念。妖精って案外普通な感じなのね。あの人もピン君も当たり前に受け入れた。僕が心に語りかけたのは、君のような意味不明な宇宙人じゃない。ピン君はね、もちろん宇宙人なんかじゃないよ。さっき何言ってるっち。ごめんねピン君、私はもう見つけてたんだよ。そう、ピン君の正体を。サキ、どういうことだ。これが私が見ないふりをしていたピン君の正体。それじゃあオイラは。私のそばにはいつもピン君がいてくれた。だからね、私は特別な存在でいられたの。スカイマっていう友達を連れた特別な存在でいられたんだよ。それじゃあピン君の正体って。そうだよ、ピン君はね、私が生んだ妄想なんだ。ピン君が妄想？なんだ、やっとすっきりしたっち。ピン君？だったらもう先にはオイラという存在は必要ないっち。どうして？オイラがいなくても先はもう特別な存在っち。終わらない今日を壊す特別な存在っち。それにオイラが存在していたら、さっきは現実と妄想の狭間でさまよい続けるっち。だけど妄想前に戸惑う先なんてオイラの好きだった先じゃないっち。妄想の侵食から世界を守る、そんな特別な存在がオイラの好きだった先っち。ピン君は寂しくないの？だってもう会えなくなるかもしれないんだよ。もちろん寂しっち。だけどそれ以上に嬉しいっち。嬉しい？だってオイラが何者なのか、やっぱりサキが見つけてくれたっち。だけどそれは。見つかったオイラの正体はオイラにとって最高の正体だったっち。どうして？だってオイラはサキが大好きっち。そんなオイラをサキは妄想してくれたっち。大好きなサキがオイラを妄想してくれた。これ以上の喜びなんて存在しないっち。ピンク。だからサキ、オイラを壊してほしいっち。それこそがオイラの存在証明っち。だからサキ、オイラを壊せっち。終わらない今日が終わる前にオイラを壊せっち。ありがとうピンク。サキ。ねえアサヒ、私一人じゃきっと壊しきれないかもしれない。だから
手伝ってもらえるかな。いいんだな。私は侵食する妄想を壊し、世界を守る。それがオイラの大好きなサキッチ。壊そう、アサヒ。敵は一人ぼっちっち。こんなの楽勝っち。どけよ。サキッチ、ヘッドホン到着っち。引っ張るぞ。マジで。最後さ、なかなかやるぞ。壊れちゃったな。さっき悲しむ必要はないっち。もうちょっとだけ一緒にいられるっち。だけど終わらない今日が終わったらオイラはきっと消えちゃうっち。だけどそれは喜ばしいことっち。オイラは大好きなサキが妄想した由緒正しき使い魔だったってことっち。ピン君、サキはあの日一人ぼっちだったオイラを見つけてくれたっち。そして今もう一度見つけてくれたっち。オイラがサキの妄想だったってことっち。だからサキなら見つけられるはずっち。きっと全部を忘れてもアサヒのこと見つけられるはずっち。だってよ。そんなこと言われたら見つけないわけにはいかないじゃない。きっと大変だぞ。うん、だけどね、きっと果たせると思うんだ。だって私は特別な存在なんだから。